ハイカンチャンネルです。今日はニューヨーク最終日です。ついに来たよこの日が。はい、ということで今回の動画はニューヨーク最終日の様子を撮っていきたいと思います。で今日はですね、まず朝からパッキングして、あとはいらないものを捨てて、最後部屋を掃除して、あと最後ね、私がニューヨークで唯一やり残してることがあって、ちょっとこれをね、最後、やって一日終わりたいなと、思ってます。予定では、はい、ということでまずはですねパッキングしないと。はい、ちなみに今の我が家の様子はこちらです。はい、という感じでめちゃくちゃ散らかっております。はぁ、詰めるか。ちなみにね、スーツケース4つで帰ります。船便とかもう段ボールで送る荷物とかなしで、もうリアルにスーツケース4つで。はい、そもそもね、ニューヨークに来たのもスーツケース5個で来たんですよ。5個で、まあ帰れるだろう。うん、はぁ、今回はね、ベイビーもいるのでね、結構荷物がね、でも多いんですよ。頑張って、詰めていきます。よし、詰めていこう。なんか、ゴミの山にいる人みたいになってますね。まあね、本当にね、リアルに、ね、入ってるものは結構ゴミみたいなね、もう捨ててもいいんですけどね。パッキングはね、もう私本当に苦手で、もうギリギリにならないとできないんですよ。いやー、ほんとね、統一性もない。服が入ってたり、薬入ってたり、なんかハンガー入ってたり、食べ物入ってたり、全部入れられればいい。もう持って帰れればいいです。はい、お昼はウーバーイーツ頼みました。パルムっていうね、ちょっとイタリアンのお店です。じゃじゃん。このね、パスタがね、すっごく美味しいんですよ。ウォッカ入りのパスタってことでね、ニューヨークでもこのパスタはね、絶品としてね、有名です。いただきます。ベジファースト。もうね、アメリカ最後ということで、アメリカならではのシーザーサラダにしました。アメリカのシーザーサラダはね、美味しいんだよね。チーズたっぷり、ドレッシングたっぷりで、野菜食べてんのかドレッシング食べてんのか分かんないけど、これが美味しい。そう、この今回 Uber で頼んだパルムっていうね、このお店はカルボーンっていう、もうニューヨークでもね、とっても予約困難なミシュランも獲得したことがある超人気店があるんですが、そこと同じね、オーナーがやってるお店なんです。で、そのね、カルボーンでとても有名なパスタがあるんですけど、もうね、ニューヨーク一美味しい、そしてね、有名と言っても過言ではないウォッカ入りパスタなんですけど、それがこのパルムというお店でも食べれる。しかもね、値段は半額なんですよ。ということでね、もう今回も最後ね、頼んでみました。私はね、そのカルボーンで1回そのパスタを食べたことがあって、もうね、めちゃくちゃ美味しかったんで、果たしてね、味は一緒なのか、値段半額だからさ、カルボーンではね、前菜にね、生ハムとか、なんかモッツァレラとかがね、もう出たりとかするんですよ。頼まなくても無料でね、そういう前菜がついてくるので、そういうサービス込みで高くなってるっていうのもあると思うんですけど、ちょっとね、パスタも食べてみたいと思います。ダン！これね、これがニューヨーク一有名なパスタです。フォークをスーツケースにもしまっちゃったんで、お箸で失礼します。イタリア人の方ごめん。いただきます。うんうん、あ、これだこれだ。うん、おいしい。ちょっとね、ピリ辛なんですね。でね、濃厚なね、トマトクリームソースが絡んでいる。うんうん、うん、やはりね、テイクアウトっていうのもあるから、ちょっとね、パスタが若干硬くなってたり、ちょっと冷めてるっていうのはあるんですけど、
味はね、うんうん、このままだ。美味しい。皆さんもね、ぜひニューヨークに来たら、あ、カルボン、でもカルボンね、本当に予約困難なんで、このね、パルムでこのパスタを食べてみてほしいです。うん。この後ね、まだ家電とかをこう最後の最後に、ね、売りに出していて、今日ラックを買いたいっていうね方が最後の最後に、ね、現れたので、よかった、それをねちょっと引き渡したりしたいと思います。このラックが売れました。 Facebook のね、マーケットプレイスっていうところで出してるんですけど、10ドルでね売れました。10ドルって言ったらね、日本円だと1550ぐらいですからね、いいランチ食べれます。最後の最後に、ね、売りたい。はい、引き渡してきました。10ドルゲット。結構ね、マーケットプレイスにはね出していて、今まで電子レンジとかパソコンのモニターとか、あとね、なんかまあフロアランプとかね、結構ね売れたんですけど、残ってんのもねあるんですよね。このねテレビとか、あとはでもこのランプとかもね売れてないですね。売れ残っちゃいそう。夫がおやつを買ってきてくれました。これも皆さんにね最後紹介したい。じゃん、マグノリアベーカリーっていうニューヨークでねとっても有名なスイーツ屋さんなんですけど、ここのねこのバナナプディングとこのねカップケーキ、めっちゃ美味しいんです。スイーツはニューヨークより日本の方が、まあ、美味しいものが多いんですけど、カップケーキとかに関してはねレベル高いです。美味しい。特にこのねマグノリアベーカリーはね本当にねスイーツが美味しいので、最後これもね食べ納めしたいと思います。美味しいんだよ本当に。私はでも特にねこのバナナプディングが好きです。こんな感じです。トロトロ、うん、うん、うん、美味しい。この作業の合間のスイーツ最高。本当にねなんかトロトロでね美味しい。バナナがねとっても甘くて、うん。ちなみにマグノリアベーカリーはチェーン店なので、あのね、いろんなところにね店があるので、調べてねぜひ行ってみてください。はい、だいぶねパッキングが終わったので、あとはキッチンとかお風呂場とかいろんなところをね掃除したいと思います。立つ鳥跡を濁さずということでね、綺麗にして次の人に受け渡すということで、はい、このお家ねもういろいろ思い出はあるんですけど、特にねキッチンにいた時間がね結構自分の中では長かったので、なんかね、うん、すごい特に思い入れが強いです。なんか料理をしながらねいろいろな考え事をしたりね、あ日本帰りたいなとかねたまに思ったりね、なんかいろいろしましたね、はい、ちょっとなんかこういうシュッシュみたいなのを使ってきれいにしたいと思います。うわ、今度汚すぎやろって感じですね。綺麗にして最後はね床をちょっとフローリングして終わります。いやーこの家ね最初来た時はね結構不安だったな。なんかやっぱり海外で異国の雰囲気だし、作りも日本と全然違うし、しかも築125年でねボロいし、うん、全然慣れない感じでしたが、この2年間ね住んでみて、住めば都っていうのすごいね、なんか居心地がいい部屋に気づいたらなってました。たくさん思い出ありますねこのお家では。 YouTube もたくさん撮ったし、ってことで最後ね夜はちょっとお出かけするんですけど、私がねニューヨークでちょっとやり残したことがあるので、それをねやって終わりたいと思います。今晩は特別夫
夫がね子供を見てくれるということなので夜お出かけしたいと思います。かんちゃん寝る。もう午後8時ぐらいなんですけど、ニューヨークの夏はね明るいんです。明るい夕方みたい。今ブルックリンを歩いてます。ブルックリンはマンハッタンから電車で 3,40 分ぐらいなんですけど、まあ、なぜねブルックリンにいるかというと、私ねもう最後にニューヨークマンハッタンの夜景をねどうしても見たくて、本当にねマンハッタンはその中にいるとガヤガヤしてるけど、遠くで引きで見ると本当に綺麗ということで、今日ね最後マンハッタンのこう夜景が遠くから見えるルーフトップのレストランを予約してあるので、最後そこでね最後の晩餐をしたいと思います。感慨深い、なんかすごいね寂しいエモーショナルな、ね、気持ちです。今ちょっと最後ね綺麗な夜景見て楽しみたいと思います。わー、なんかもうすでにすごいいい景色なんだけど、わー夕暮れ時に見る遠目からのマンハッタンもすごい、わー夕日がねもうめっちゃ綺麗です。やばい、もうすでに泣きそう。最後ですね、最後だ。皆さんにマンハッタンの夕焼けをお裾分けです。いやーすっごく綺麗です。めちゃくちゃいいタイミングに来ました。癒されるね。太陽は沈んで、まあ、ニューヨーク生活も終わってしまうけど、また日は昇って新しい生活が始まるんだなーっていう感じでグッとね来てます。エモーショナルです。最後はアメリカンな料理で締めたいと思います。見たかったマンハッタンの夜景です。めちゃくちゃ綺麗、本当に眩しすぎるほどにキラッキラですね。世界の大都会を見てるとなんだか自分がすごく小さな存在だなぁと思うんですけど、でも無限の可能性がこの世界には広がってるなぁともね思います。いや改めてねここからねマンハッタンの街を見て、こんなキラキラしたところにね自分がね2年間いたんだと思うと、なんかねすごい不思議な気持ちです。この2年間ねもうあっという間のようで、いやでもねやっぱり長かったですね。ほんとねいろんなことがありました。もちろんね刺激的でねすごい楽しいこともたくさんありましたし、いろんな出会いもあったし、まあ、でもその分ねまあ異国の地ってことでいろいろ大変な思いもしてきたし、まあ、辛いこともありましたね。まあ、でもね本当にねこの景色を見るとなんか明日からまた頑張ろうっていうか、すごい元気とかなんか勇気をねもらえるんでしょうね。だからね本当に大好きな場所です。まあ、明日からは日本での新生活が始まるわけですけど、2年間のこのニューヨークでの経験を生かして日本でもね頑張っていきたいと思います。いや改めて2年間のニューヨークで YouTube の動画を見てくださった皆さん、本当に本当にありがとうございました。では最後ですけど、今日はこの辺でバイバーイ。バイバイ、ありがとう。